こんにちは、羅針盤大学の会長教授です。今回はなんとですね、約1年ぶりにあの企画が復活します。タイトルにもある通り、徹底解説シリーズです。あのシリーズが僕のね、いろんな都合上打ち切りになってから、かなりの年月が経ちまして、環境の変化で適正デッキとか、立ち回りが少しずつ変わっていきましたね。はい、ということで第1弾あたりからバージョンアップして解説していきたいと思います。早速ね、あたりの基本性能から見ていくんですけど、まずその前に、このキャラ強いんですか、今から練習する価値ありますかってところからですかね。現環境の強さ立ち位置の話をすると、固定と野良ともに活躍できるので、かなり強い部類に入るんじゃないかと思います。はい、で全ステータス 1.0 で攻守ともにできる万能キャラですね。操作性もよく扱いやすいキャラではあるんですけど、逆にできることが多すぎて難しいキャラでもあるかなって思います。次にヒーロースキル、モンスターサーカス、略してモンサなんですけど、完全にキルヒーロースキルですね。無敵時間が短いから防衛に使うより、早めに吐いて打開もしくは迎撃で使うと安定すると思います。基本的には1試合で2回溜まるんで、2回目のヒーロースキルは敵の攻撃回避に使ってもいい場面もありますね。ちなみにこの括弧内の非ダメージで消滅って部分なんですけど、体力の 40% 以上食らうと消えます。次にデッキを紹介します。まずはモンサ型、ヒーロースキルのモンサをダメーカーで維持しつつ、キルを取るキルスプとしてのデッキですね。強みはスプにもかかわらず圧倒的なキル性能、終盤は優勢ならモンサがなくてもダメカの多さとアビリティの速攻リスタートでポータルを守りきれることが多いです。対して弱みはモンサがないとキルが取れず、デッキ的にサポートもできないので、モンサを相手に即剥がされる、もしくはヒーロースキルが試させてもらえない状況になると詰みます。2つ目はフルカノ型、近距離の情報のおかげでかなり流行ってますね。最近だと直近のシーズンの 1,2,3 位の固定がフルカノあたりだったりしてました。でフルカノでキル剥がしができる上にダメカ2枚を採用しているので、モンサも多少維持できます。強みは万能さですね。モンサに頼らないキル性能を持ちつつ、かといってモンサが使えないわけでもない、ステージによってはヒーロースキルを貯めづらかったりするので、どこに出しても一定以上のね活躍ができると思います。対して弱みは、似たり寄ったりなんですけど、器用貧乏さですね。フルカノといっても攻撃倍率 1.0 なんで、アタッカーに比べるとどうしても火力はね、劣っちゃいますね。その上ダメカも最大2枚なんで、モンサ型に比べて、モンサの維持力は低いし、難易度がかなり高いです。最後はサポートスタン型。持ち前のカード発生の速さを利用して、味方のサポート、敵の妨害を担う基本的なスプリンターとしての役割です。強みは扱いやすさですかね。発生も早く操作性もいい、ステータスも十分なため、初心者から上級者まで愛用できるデッキです。弱みはね、他のキャラでもできること、スタンキャラって言えばボイドやね、ピエールがかなり日の光を浴びてるんで、わざわざ当たり使う理由がないっすね。ない。このデッキをやる場合はダメカ回復欲しいんで、モンスターが完全に腐るかなって思います。次に皆さん気になるメダルについて、理想は足級ですかね。モンサを当てやすい、そして逃げやすい、スタン型をやっても、同様に、スタンを当てやすい、そして逃げやすいということで、ただスタン型を全くやらないよっていう人だったら、足力剣さんとか足三剣力とかもかなり強いと思います。そこはお好みで、どのぐらい火力欲しいとか、僕なら足こんぐらいでも全然参るよとか、
まあ、人によって違うと思うので、まあ、当たりたくさん使い込んで、まあ、考えてみてください。で、まあ、多分一番定数の方気になると思うんですけど、妥協メダルですね。妥協メダルは足さんですね。うん、まあ、スプリンター全体に言えることなんですけど、足さんつけるだけで操作性がかなり良くなるんで、お試しで使ってみたいっていう、方とか、まあ、そもそもメダルが少ないよっていう方は、まあ、とりあえずね、足さん以上を目安につけることをお勧めします。はい、じゃあ実践編見ていきたいと思います。最初はフル可能デッキじゃなくてモンサ型デッキですね。ダメか4枚採用してます。はい、で、まあ、ステージはかなりいいステージで、なっからなんですけど、まあ、とりあえずねヒーロースキル貯める、当たりと、まあ、ガンナーがいるんで、あとマルコスか、まあ、3人ともまあ貯め毒っちゃ貯め毒で、まあ、シーガス戦きついので、まあ、とりあえず貯めます。で、まあ、効率的に、A から広げた方が早いんで、2人で貯めてますね。まあ、とりあえず、モンスターあたりの意識することといえば、まあ、とりあえずね味方をおとりにする。本当にこれ大事。味方を殺さずに、おとりにする。あのダメ化があるといっても、まあ可能に食らったりね、貫通食らったりいろいろしてしまうリスクがねあるので、まあ、なるべく、まあ、自分にね、ヘイトが向いてない状態で、まあ、引き殺しに突っ込みたいですね。まあ、だから味方に前線張ってもらって、まあ、様子見つつとか、まあ、とりあえず裏抜けて戻ってくるとか、まあ、そんな感じで戦うといいかなって思います。今玄関今日モモン強いんでモモン積んでるんですけど、ドルケで切られたんで帰ります。サイレント中ね。うん、まあ、コラボカードだったら青ドルケとか、まあ、この今モモンとか、まあ、そこら辺も全然ありですね。で、今あの C2 ジャンヌが一人だったんで、まあ、安全に、ジャンヌだけ引き殺して、今裏取ってもらってるんで、バーゲン前転連切りして突っ込みます。まあ、バーゲン前転連切りすれば可能にも、まあ、貫通も食らわずにね、敵にダメージ与えれるんで、まあ、カードが余ってる状態は思い切って突っ込んでいいかな。まあ、先にカードを切って突っ込むことが大事だね。うん、敵が攻撃してからガード切ってたら、まあ、ちょっとダメージ食らってしまうんで、まあ、もったいない可能性もあるんですけど、まあ、とりあえず先に、カード切るの重要で、今二重固定なんですけど、かなりね火力が出るんですよね。だからできれば同じぐらいだったら、まあ、かなりモンスター火力出ます。まあ、どのぐらいできれさ覆せるんだろうなモンスターって。僕が今ねバトワリで結構たまにモンスターあたりしてるんですけど、まあ、その時は結構ね全然火力足りてるんで、まあ、40差ぐらいだったら全然覆せるんじゃないかなって思います。はい、でモモンのガードを縁切りして、殴っていく。あー強いですねこれ、やばいね。もうここら辺からもう無双タイムだね。もう敵がねあのどこ攻撃していいか分かんない状態な感じで乱戦になればもう当たりの独断場なんで、まあ、よく輪廉あたりとか輪廉が前張って輪が周囲とか切って HS 切って相手がなんかガードいっぱい生えて逃げたりしてるときに、もう全部相手のね、あの、カードがなくなった状態で当たりが引き殺しに行くとか、まあ大会シーンあると思うんですけど、まあそんな感じで味方を頑張って、おとりにすることがね、かなり大切かなって思います。はい、2戦目はフルカナあたりの方をやっていきたいと思います。まあスタンデッキは別に、ボイドとかピエールとかあんま変わんないから、省きます。はい、で、モンスター型のデッキは、まあ、ヒーロースキルを貯めてからスタートって感じで、もうヒーロースキルを駆使して、敵を倒す。で倒して、まあ、最後はダメ化の多さで守りきるっていうシンプルな感じだったんですけど、こっちのデッキはねやることが多い、やれることが多いので、まあ、かなりね臨機応変に対応しないといけないっていう、まあ、最初は、まあ、貯めてもいいし C 行ってもいいと思います。まあ、今回は、まあ、タンクもいるから C 勝負勝てるかなって思って、まあ、フルカノ駆使して戦いに行ってます。まあ、そこはね臨機応変にだね、まあ、C 勝負になるステージもあるし、二陣安定の方がいいステージもあるし、
タカさんみたいにね、バラバラになるステージもあるんで、でまあダメージ食らうのはね、まあ、正直しょうがないんで、まあ即死は防ぎつつも、まあ全然ダメージは食らっていいと思います。速攻リスタートもあるんで、まあ、他のキャラよりかは、まあデスのリスクというか、まあなんだろうな、死ぬことに対して恐れなくていいかな。まあなんか仕事したら死んじゃってもいいかなぐらいの勢いでいいんじゃないですかね。まあ後半自分が死んだらポータル取られるっていう場面は死んじゃダメだけど、まあ前半ね、ポータル取るためにチャレンジする分には全然いいかなって思います。で最初フルカノ駆使して、まあ、C 取れたんで、安定してきて、で自陣広げて、今度はモンサガトとしての役割を果たしますね。まあ、C ちょっと人数きついかなって思ったら前線上がって、助けに行くんですけど、まあ、これをねまた味方を盾にして、まあ、モンスターせっかくあるんで、まあ、もったいないから味方に頑張ってもらおうかなって思うんですけど、ちょっとね人数エッグがでかすぎて敵の様子が分かんない。敵がカード入ったら突っ込もうかなって思うんだけど、なかなかね、まあこういう場合は、まあ、タンクが結構余裕そうなんで待ってもいいし、逆にあの取られてる場合とかは、味方のアクションがなかなか起こんなくて待てないっていう場合は、まあ、今回のステージだったら下の通路から行ったり、まあ裏取りしたりとか、まあ、とりあえずノガド張って突っ込んだりとか、まあ、全然やっていいと思う。そのD場でもいいし前転でもいいけど、そこは、まあ、カード張って突っ込んで、敵モンスター食らいたくないんで、とりあえずダメかかるんですよ突っ込んだら、まあ、そしたら可能に当てればいいし、敵が吹っ飛んで、まあ、そこからね起点作って味方に頑張ってもらうとかできるんで、まあ、自分のモンスターで全部キルしなくていい、全然起点になればいいだけだから、まあ、積極的にね突っ込んでいこう。なんかその言い方ダメだけど、まあ突っ込むタイミングをしっかり見極めよう。まあ、だからその死にやすいし結構難しいキャラではあるんだよね。まあ成功するとこんな風に引き殺せるんですけど、まあ、ワンチャンタスキルしてるかな。どのタイミングでタスキルしたかわかんないけど、まあそんな感じで、当たりでした。まあ、スタン型は、まあ、普段ね、ボイドルとかで喋ってる感じと同じなんで、まあ、またボイドルの解説動画もまた出すと思うんですけど、まあ、そこでね、おさらいしましょう。ということで当たりでした、まあ、当たり最近ねハマってて、まあ、楽しんで、まあ、一緒にね頑張りましょう。ではさよなら。